水多哟，哎，水多哟。大家好，我是亚丽莎，今天有一个来宾，尤比酱，我是尤比。哇，谢谢来我的频道，今天是第三次的，然后今天的主题是日文的花样，因为我听说你一天就进步。所以当然他说日文，然后他可以说京都的日文。我是福冈人，所以福冈人说博多弁なので、私たち博多弁更京都病，京都方言。然后博多腔跟京都腔分享一下しいと思います。みんな知ってる関西弁、関西弁何々やんとかね、お何してはるん、おお、ちょっとそれ人類っぽいね。してはるん。何々一样吗？跟我一样，跟我们湖南的。湖南也是一样。湖南也是我们说湖南呀，嗯，是多呀。啊，可爱。有有。那个那个。哎，那那这样子就真的开心了。去年特别好的。博多弁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 。我想听，我想听，我想听。博多弁。啊，啊，是多的博多弁那个。しとうとか、なになにとう、そう、なんしようと、とって最後につけるの。普通は、東京に普通の言葉だと、何してるの、のだけど、福岡は、なんしようと、とか、なんか、何食べてるのとかを、何食べようと、とかを。めっちゃかわいい。え、これかわいい？めっちゃかわいい。我在京都是说何して、何食べはった？素敵。日本では、京都、京都弁と博多弁は日本。あ、你说ランキング一二的。好きらしい。らしいよ。聞いたことあります。そうそうそう。じゃあアリサちゃんは、你们用那个福岡弁。福岡弁。なんだろう。告白？水道よ。水筒よ、好き、おう、うん、水筒、好き、水筒っていう、水筒なんだ、水筒、水筒よとか、へえ、好きなのっていうことを、水筒ととか、水筒と、難しいでしょ、じゃあスイカ、スイカ、你喜欢西瓜吗？スイカ水筒よって、オッケーはオッケーはだろう、だからなんか筒とかがすごい多いんだよね。あ、これはすごい汎用名で、席を予約してるの、席を取ってるのっていう意味を、とっとうとっていう、取ってるのを、とっとうと、とっとうと、うん、とっとうと、席とっとうとって言って、取ってるよっていうことを、とっとうよっていう。好可愛よ。ちょっと好像没有。こんな感じ。好可愛。そう。水とと、水とと、水とよっていう。可爱吧，就可爱。とにかくもう糖を多めに言って、好嘛耶。台湾女生说的京都的日文好酷。京都好像会讲两次。この花きれきれやね。嗯。啊，そうそう。そう、一回言うらしい。きれきれやね。きれきれやねとか、僕ちっちゃいちっちゃい時な。めっちゃいい。どんどんちっちゃいよ。そうなん。そう、京都弁らしい。この人可愛い可愛いよね。なみたいな。めっちゃキレキレんちゃう？そうなの？そう。それってさ、あれもじゃない？中文。うん。何か似たような？中文だ。中文。ニヤニヤだとか。ペタペタする？ファファとか。それちょっと違うかも。違う？例えば、クックアイアイとか。あ、クックアイアイとか。大会心心とか。そうそうそう、その感じかも。そう、似たやんじゃん。そう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 。ニヤニヤだ。ニヤニヤだちょっと違う。とか、そういう感じかな。めっちゃ面白いね、言葉のやりとり。じゃあ、そしたら、你们对他有兴趣的话，他也有 IG， 一定要 follow 他。谢谢，我的下面也应该。今日一緒に京都ファンや、然后我ボドちゃんのボドとか似てるとことか話せて。我好开心，真的有趣。如果你有机会的话，你已经说京都方言，下次你可以练习。他干嘛？不多枪吗？嗯，不多枪。水多的，已经很厉害。
対可愛いよ。みんな言うよ。そう、みんなに言ったらダメ。みんなに言ったらダメ。でもたまにちょっと言ってみたら、もう絶対可愛い。勉強します。もしかしたら方言ね。これからも機会があったらまた方言の動画撮ります。じゃあ今天谢谢大家，バイバーイ。ほなにー。